こんにちは。今ですね、ちょうど走りを終えて今歩いて帰る感じです。今日今走ってるのは、まあ、絶対ね、いつも走ってるのはレティーロって言って、まあ一応マドリードでは観光地になるのかな。で今日はですね、サッカーの、まあ、今後のね、進み方じゃないですけど、そういうことを話していけたらなとは思っています。今所属チームというところに関しては今だいたいグレーですね。去年まで、テルセーラっていうねカテゴリーでプレーしていたんですけど、その1個上のねセカンダレフというところを、見て目指して今いろいろと交渉だったりとかしてもらっているという感じにはなります。こう具体的にこう話せることが正直少ないですし、ダリンの人からね、連絡があったりとかしてるんですけど、ただチームのことについてはしっかりと、定まったらお話しして しておくべきなのかなと思ってるので、まあ今タイミングではないかなと思っています。なのでもう今正直こういろんな各チームが始動し始めて、まあ今週ですね、まあ、僕はこうやってまだ自分でトレーニングを重ねていくしかないという形にはなります。今の心境では不安なところは多いですけど、自分についてくれてる代理人を信じてやっていくしかないと自分は思っているので、まあそこにはブレずにねやっていけたらなとは思っています。まあ、自分がしっかりと望んで準備していけばきっとねそれは達成していけるんじゃないかなと、見てる目標にはねたどり着けるんじゃないかなと思っています。なのでまあ今自分ができることをね精一杯やるべきだと思うし、まあそれ以上でもそれ以下でもないんじゃないかなと思います。まあチームについてはしっかりとまた決まりましたとか、まあ決まりそうになりましたらね、だいたい話がまとまったら、ちゃんとまとめて話したいと思います。ではそんな感じで今日の仕事に入りしたいと思います。では。